皆さん、こんにちは。1981年のヒット曲、道のく一人旅で一躍有名となった山本譲二さん。変わり果てた現在の姿について紹介します。まずは、山本譲二さんの経歴とプロフィールから紹介します。演歌歌手の山本譲二さんは、30歳の時に発売した道のく一人旅が大ブレイク。北島三郎さんのファミリーの中では代表的存在として知られています。2007年に業務提携という形を取りながらも独立し、個人事務所を立ち上げました。そんな山本さんに対して、国籍は日本ではなく韓国なのではないかという噂が立っていたといいます。その理由は大きく2つあり、1つ目は生まれ育った町に原因があるようです。確かに出身地の山口県下関市は韓国と近く、在日朝鮮人の町があるほど。竹崎町にあるグリーンモール商店街に行くと、まるで韓国を歩いているかのような雰囲気になると言います。しかし下関市内のごく一部地域限定に過ぎず、山本さんが育った町は朝鮮出身者が多く住むところではありませんでした。山本さんが韓国出身なのではないかと言われる二つ目の理由は、弟子に韓国出身の人がいたということ。韓国出身のパク・ジュニョンさんが、山本さんの個人事務所、ジョージプロモーションに、2012年から2021年まで在籍。もともとは韓国でデビューしていたのですが、売れずに困っていたそうです。そのような時期に山本さんと出会って、日本で頑張ってみようかと来日したといいます。山本さんのことをアボジと呼んで慕っていたことから、韓国出身なのではないかと結びつけられたのでしょう。山本さんは既婚者ですが、妻は元芸能人だということはご存知でしょうか。妻の名前は植木悦子さん。ドラマや CM などで活躍していた女優だったそうです。山本さんは妻を悦ちゃんと呼ぶほど仲の良い夫婦のようです。山本譲二さんは元女優の植木悦子さんと結婚をしていますが、二人の馴れ初めはどんなものだったのでしょうか。山本さんが妻の悦子さんと出会ったのは、山本さんが当時24歳の時だったといいます。デビューのきっかけを作ってくれた作曲家の浜圭介さんの事務所にいた彼女を見て、一目惚れをしてしまったそうです。当時の彼女はすでに植木悦子という名前で、ドラマや CM などで活躍をしていました。その場では山本さんは悦子さんに声をかけることが全くできず、後日友人が山本さんが弾き語りをしていた新宿のクラブへ彼女を連れてきてくれたといいます。悦子さんはとても礼儀の正しい女性で飾らない人柄も素晴らしく、すっかり惚れ込んでしまった山本さん。そこから猛アタックをして交際をスタートさせることができたそうです。その後には同棲を始めています。女優としてすでに活躍していた悦子さんと、歌手として売れていない山本さんの交際。そんな格差がありましたので、山本さんは悦子さんからお小遣いをもらい生活をしていた日々でした。その頃の稼ぎですが、山本さんは月に4万円だったのに対し、悦子さんは15万円から20万円ほど稼いでいたようです。そばから見ると、紐のような生活ですよね。交際中も悦子さんから結婚をしてほしいと言ってくることもなく、山本さんはそういったプレッシャーもなく、歌に専念できていたようです。苦しい時代を過ごしましたが、彼女の支えもあり、1980年当時31歳で、道のく一人旅をリリースして、その曲が大ヒット。5年後の1986年に子供ができ、結婚をしています。婚姻の報告を師匠の北島三郎さんにすると大声で喜んでくれたそうです。こんなにも陰から支えてくれた悦子さん。そんな彼女に山本さんは結婚に際しひどいことをしてしまったと、今でも悔やんでいるそうです。その内容とは、結婚をファンに公表することによって、ファンが自分から離れるのではなかと恐れて、悦子さんには幸せそうな笑顔を見せてはいけないと、指示をしたというのです。その山本さんの気持ちが理解できないわけではありませんが、結婚という人生の中で、最も幸せな行事を幸せそうにしてはいけないと言われるなんてもどかしいですよね。
お二人は1987年2月2日に明治神宮の奥の神殿で式を挙げています。山本譲二さんは2009年に顔面神経良性腫瘍という病気を患ったことを告白しています。しかし今後も歌手として活動を続けたいという理由で切除手術は行っていません。2024年現在も腫瘍は残ったままと思われますが、体調自体は良好な様子。テレビやラジオに積極的に出演し、元気な姿を見せてくれています。香西かおりさんの YouTube にゲストとして登場、ボーリングと弾き語りをする姿を確認できます。映像を見る限りでも、70歳を超えているとは思えないほど元気そうです。特に歌声は、全盛期と変わりないほど艶があります。これからも元気で、いつまでもエンターテイメントの最前線で、活躍してほしいと願うばかりです。山本譲二さんが病気を患っても元気な姿でいられるのは前向きな気持ちがあるからとのこと。腫瘍が発見された日からずっと耳鳴りに悩まされていると語っています。普通の人だと落ち込んで自暴自棄になってしまうはず。しかしなってしまったものはしょうがない、それでも生きていかなければいけないと強い気持ちを忘れない山本譲二さん。今まで以上に情熱を持って歌い続ければ良くなるのではないかと考えたそうです。山本譲二さんの歌に対する熱意の高さが伺えますね。2023年4月頃から SNS で山本譲二メタル化計画というハッシュタグが散見されるようになります。演歌界の大物が実はヘビメタルが好きなのかと音楽好きを中心に注目を集めました。ハッシュタグをタグっていくと、アイアンメイデン風の T シャツを着て、メロイックサインを決める元気な山本譲二さんの姿を確認できます。山本譲二メタル化計画は、山本譲二さんの存在をいろんな世代に知ってもらおうと企画されたキャンペーンとのこと。2023年11月には、YouTube にチャンネルを開設。記念すべき1回目の動画では、ゾンビ風のメイクで視聴者を驚かせてくれました。演歌の大物がメタル T シャツを着てゾンビ風メイクをするなんて昭和の時代には考えられないことですよね。2024年、74歳になっても新しいことに挑戦しようとする山本譲二さん。病気を患っても前向きな気持ちがあり、かつ体調も良好だからこそ新しいことに挑戦できるのでしょう。2009年に顔面神経良性腫瘍が見つかった山本譲二さん。その10年後の2019年、今度は大腸がんを患ってしまいます。がんが発見される半年ほど前から腹部に痛みを感じていましたが、ただの風邪だと思ったとのこと。風邪薬を飲んだりお酒を飲んだりすると痛みが収まったので、風邪で間違いないと確信したそうです。しかしある日、耐えられないほどの激痛に見舞われます。病院で検査を行った結果、7センチメートルもの大きながんが見つかってしまったのです。常に前向きな気持ちを忘れない、情熱的な人として知られる山本譲二さん。しかし、いざ大きながんが発見されたとなると、さすがに落ち込んだそうです。同時に、今まで強がっていたことにも気づいたと語っています。大腸を20センチ切除することになりましたが、幸いにも転移は見つからず無事がんを克服。大好きだったお酒とタバコを断ち、以降定期検査は必ず受けているそうです。顔面の腫瘍に大腸がんという大きな病気を立て続けに経験することになってしまった山本譲二さん。しかし、大きな病気を経験することで逆に生きることに執着するようになったとも語っています。どんな状況でも前向きさを忘れない熱い心の持ち主というのも山本譲二さんの魅力の一つですね。2009年に顔面神経良性腫瘍を患って以来、右耳が聞こえなくなってしまった山本譲二さん。ある日朝起きたら突然右耳が聞こえなくなったそうです。当初は中耳炎を疑いましたが、診断の結果、鼓膜の奥を通る神経に腫瘍があるとのこと。良性腫瘍のため命に関わるものではありませんでしたが、聴力を取り戻すためには手術しなければならない状況でした。しかし、手術をすれば顔面麻痺が起きる可能性もあると告げられてしまいます。
聴力と顔面麻痺の二者択一を迫られ悩んだ結果、手術はしないと決めた山本譲二さん。腫瘍発見時には右耳の聴力はほぼ失われていましたが、当初はまだ補聴器はつけていませんでした。左耳に聴覚補助のイヤホンをつけて、ようやく聞こえる状態でしたが、レコーディングやテレビ出演を精力的にこなしました。右耳が聞こえなくなってから8年経過した2017年、フジテレビのバラエティ番組訂正させてくださいに出演することとなった山本譲二さん。この番組ですでに左耳もほとんど聞こえなくなっており、補聴器をつけていると明かしました。左耳に負担をかけすぎた結果、左耳まで聞こえづらくなってしまったようです。リズムや音程を取るのが難しくなるため、歌手にとって耳が聞こえないのは致命的。にもかかわらず腫瘍の除去手術を行わなかったのは相当な勇気が必要だったと思われます。それでも腐ることなく素晴らしい歌をファンに届けてくれています。どんなことがあっても100歳まで歌うと心に決めているそうです。2024年も精力的に歌手活動を続ける山本譲二さん、今後もさらなる活躍を期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。